はい、皆様こんばんは。今日は11月の1日日曜日の、ボギーチャンネル、私サイのボギーテドコンでございます。今日はねちょっと野暮用が入りまして、はい、今になってしまいましたことをまずお詫び申し上げます。今日はね昼間、FM21 の方で収録してきたんですけども、話が非常に盛り上がりまして、メールの方も紹介ができなくて本当に申し訳ないなというふうに思っております。来週にはねまたメールの方とリクエストの方、どうにか曲を探してこようかなと思っております。今度の木曜日にまた放送するワンヌウムイ、結構また楽しいというか、沖縄のメディアがまず言わないことを平気で言ってますんでね、ぜひまた見ていただきたいと思っております。さて、私、自分でこうして画像を見ますと、はい、全然太らないですけど、37キロを一気に痩せた後、不思議とね、食べても太らないようになっています。前はねちょっと牛丼一杯食べただけですぐ体重が増えたんですけど、今全く増えないですよ。ただやっぱり食べ物には気をつけています。できるだけ脂っこいのは避けたりとか、炭水化物、そうですね、フランスパン大好きですねフランスパン大好きですよ私は。はい、フランスパンね、本当に美味しいフランスパン、オリーブオイルにつけてパクってやるともう本当に美味しい。あとねフランスパンスライスして上にチェダーチーズ乗っけてトーストで焼いてねガリガリ食べるのも美味しいですよね。あとハイガパンにチェダーチーズを乗っけてトーストをしたものに、焼いたベーコンを挟んで食べると、これもまた非常に美味しいって言いながら太らなくなってるっていうのは本当に不思議でございます。はい、今65.5キロずっとねこの1ヶ月ぐらい維持しておりまして、結構ね食べたりとかしてるんですけど、体の代謝が変わったのか前みたいに増えなくなっています。喜ぶべきなのか悲しむべきなのか、医者からはあと5キロ痩せなさいって言われてるんでね、どうにか頑張ってまずは60キロを目指してやりたい。はい、塩サバさん、マイハウス、先日マイハウス行ってきましたよ、ね、で今まで食べきれなかった400グラムステーキに挑戦をしました。400グラムステーキですね。そしたらご飯は残しましたよ。ご飯を残してスープは飲みきれなかったんですけど、お肉400グラム完食しまして、いやーなんか本当に嬉しかったですね。今まで400グラムステーキなんて完食できなかったんですけど完食しました。しかし翌日、その翌日体重増えていないということでございまして、そうですね、三月さん65プラ37でございます。100キロ超えておりましたんでね、マキシムで104キロぐらいだったんですけど、今はそんな体重だったようには全く見えないですよね。みんなにそう言われておりますけど、痩せてから若返ったと、はい、痩せてから若返ったと言われておりますけど、どうですか皆さん、やっぱり若返ったように見えるんですかね。確かにその実際の年齢には全然見えないというふうに言われたりするんですけど、これはね男も女もやはり何かにやっぱりときめいている、夢を持ってキラ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 していればなかなか色褪せないですよ。それがやはり日常にね埋没して、毎日同じことの繰り返しの中で、それが当たり前のようになってしまうと、どん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 やはり埃をかぶって輝きを失っていくんじゃないかと思っています。ですから、落ち着きがないとかいろいろ言われたりしますけど、常にですね、本当にミジンコのように、カサ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 動いてですね、この
日本のため沖縄のために自分何をすべきかなということでね、頑張ってればなかなか色褪せはしないんじゃないかというふうに思っています。女性もそうだと思いますよ。はい、やっぱり好きな人に、ね、可愛いって言われたい、美しいと言われたい、綺麗だねと言われたい、はい、そんなね、動機でも全然構わないんですよ。もういるのが当たり前になっちゃうとやっぱりダメなんで、もっともっとやっぱりドキドキさせてあげたい、ね、男も女もそうですよ。相手にもっと好きになってもらいたいというそういった気持ちがね、本人を輝かせるんじゃないかというふうに私は思っております。そうですね、カサカサカサこそ、そうですね、沖縄ではカサカサカサこそと言いますと天井から降ってくる虫もいますけどね、ちょっと怖いですよ。天井からバサバサと、あれはカサカサじゃなくてバサバサでございますね。バサバサ、カサカサというと波打ち際のヤドカリくんかななんて思ったりもしますけど、我が新しい秘書のナビーちゃんも夜中カサカサしております。そして、はい、今ね、今はもう第一秘書になったバーディーくんも夜中あの犬小屋の床をカサカサ爪を研いでたりするんですけどね、なかなか静かにはなりません。さて、今夜もですね、いろんな話題の方をまた皆様にお送りしていきたいと思っておりますけど、まあ、最初に、まあ、沖縄ならではというものをね、ちょっと皆様にお見せしたいと思います。これでございます。トン、はい、皆さんこれ知ってます？多分これ知ってる人はかなり少ない。カジマヤ、カジマヤですね。カジのマヤと書いてカジマヤ、まあ、火事というと普通は火事、火災ですね。マヤというと猫という意味になるんですけど、カジマヤ、さあ皆さんご存知ですか？カジマヤ、これ沖縄の方言です。あ、ボンドさんどうもありがとうございます。美月さんからもニラスムージー届いていますね。はい、それからチャンネルポギーさん、新玉さんからも、ニラスムージーでございます。カタンさんからもニラスムージーいただいております。はい、まあ、こういう感じでカジマヤ、なかなか皆さん分かんないと、あ、カジキマグロのフライですね、かなり違っています。フミミさんも分かんないということでございまして、なんか分かんないと言われるとなんかちょっと嬉しい気になってしまうんですけど、カジマヤというのは実は97歳、はい、97歳のお祝いでございます。はい、沖縄ではね、まあ、お年寄りは宝物でございますと私は思いたい。でも最近ね、辺野古とか阿波のゲート前でねワウワウしてるおじいさんたち見ると非常に私残念な気持ちになってしまうんですけど、まあ、97歳のお祝いということでどんなお祝いをするのか、ちょっと皆様に今日は沖縄のこの97歳のお祝いをお見せしたいと思います。どうですか皆さん、これ。そうですね、新玉さん、風車が語源です。カジマヤ、風車ですね、風車というね語源からカジマヤということになるんですけど、そういったお祝い、このような感じでね、地域の方々がみんなでお祝いをしてくれるということでございまして、これまあ伊芸区の方なんですけどね、こうしてパレードをします。そして当の本人さん、仲間さん、あのアフソさんっていうね、まあ、トミさんとヨーコさん、どんな車に乗って登場するかと言いますと、これでございます。どうですか皆さん、沖縄のお祝いデモじゃないですよこれね。半吉デモなんかと比べるとこっちの方がずっとなんかハートフルじゃないですか。もう地域のねお年寄りがねこうして長生きをする、するとね97歳になるとまあカジマヤといってね、地域の方々みんなでね、子どもたちも総出でお祝いをする。そしてそのチャーガンジュ元気な姿をいろんな人にお見せするためにこうしてパレードパレードするんですよ。どうです皆さんの地域でこういった
のありますかね。はい、まあ、沖縄っていうと反基地とかね、こんなパレードとかデモっていうと変なのばっかり見ちゃいますけど、こういうハートフルな地域密着のね素敵なパレードもございます。やっともこさん、どうもこんばんは、んこでございます。そうですよね、あのともこさん、沖縄のこれ一つの、風習だと思うんですけどね、はい、こういうふうにハートフルなパレード、皆さんはどうでございますかね。さて今日は皆様にこのお話もあります。初めての動物病院、初めての動物病院ということでございまして、まあ初めてなんで、も誰が今日のお話の主人公かというともうお分かりだと思います。はい、彼女でございます。この遠くを見つめるうつろな目、後ろには、ナビーちゃんの主治医の先生のね額がかかっております。さてナビーちゃん生まれて、明日でね9月2日が誕生日なんで、明日で、はい、生後2ヶ月ナビーちゃん生後2ヶ月の、記念日になります。さて動物病院行きましたよ。行ってね、ナビーちゃん最初何するか分かんない、もうこんなねもう嬉しそうな顔してね、みんなに構ってもらってると思ってこんな顔するんですよね。はい、みんなに触ってもらってね、いやーいやーいっつって、私人気者なのっていう感じで大喜び。さてその次どうなったかと言いますと、本当に笑えますよ。次こんな顔になります。これ何かと言いますと、これ何の時かと言いますと、ワンコの体温を測るときに皆さんどうするか分かります？まあ、人間で言えばね、脇に体温計挟むんですけど、ワンコの時には違うんですよね。はいそうですね、美月さん、もうあんな嬉しそうな顔してるんだけど本当怖いんですよ彼女はね。これ検温、そうです、サンゴハートさんさすがでございます。ワンコの場合はそう、塩サバさんその通りでございまして、体温を測るときにお尻にプスリと体温計をね刺されてしまうんですよ。その瞬間の顔がこれでございますよ。皆さんどうですか、この目をね見開いて先生の方向をねこう横目で見ているナビちゃんの顔、いやーもう本当におかしかったですよ。はい、こうプスッと刺されてね、あのもう何何っていう感じでうろたえてるのがもうよく分かりました。もうおかしくておかしくてね、声上げて笑っちゃおうかななんて思ったんですけどね。はい、その後メインイベント、注射でございます。検温をした後に、聴診器で、ね、あちこち音を聞いて、うん健康だねこの子はっていうことで、今度は混合ワクチンをプスリと打たれたんですけど、あのバーディ君はね注射打たれてもヒンってないと終わりなんですけど、ナビちゃん泣きましたよ。うん、この針を刺された瞬間にもヒンヒンヒンって泣いてしまってですね、もうこれがおかしくておかしくて、まあ、私も先日ね、病院の方で術後の検診を受けたんですけど、針3回刺されましたからね、痛いですよ、痛くないわけはない。血液検査の採血で必ず2回は刺されます。この前は3回刺されました。病院にいる時にはひどい時には5回ぐらい刺されましたけどね。まあこういう感じで注射を打たれまして、もうね本当にもう可愛い声で泣いてしまいまして、まあ、その注射が終わった後にナビおいでっていうことで抱っこしてあげたら、もうこんなね目を潤まして、うん、怖かった本当に怖かったっていう感じでこんな顔してるんですよ。皆さんも本当に可愛いね、目お目目うるうるね
まさにピエン状態でございましたね。はい、今コシさんから大阪と構想反対多数が確定したみたいですねということでございます。そうですね、はい、大幅な変革はやっぱりみんな求めなかったということなんですかね。いやしかし本当にね、こういったピエンっていうようなもう目で見つめられるとね、本当にもう可愛くて可愛くて、まあこれからまたね主治医の先生にずっとまあお世話になるということでございましてね、主治医の先生、はい、この奥に写ってるのが主治医の先生なんですけど、すごい優しいね、あの腕のいい先生なんですけど、まあ、ナビーちゃんまたこれから十何年またお世話になっていくんじゃないかと思いますけど、いやとにかくね、この時のこの顔と全然違うっていうのがもう本当におかしい。まあワンコっていうのは猫以上に表情があるんかなと思ったりもするんですけどね。そうですね、100日祝いいいですね、100日祝い、うん、なんか美味しいもんでも買ってあげようかなと思っているんですけど、まだ60日ですからね、9月2日が、誕生日ですからね。はい、そうですね、美月さん、長生きするためにはまあ病院が言うには去勢をしないといけないということで、去勢すると今度子供が産めなくなっちゃうんですけど、どっかでねオスのボーダーコリーと交配させて子供作らせるか、それとも去勢をしてね長生きしてもらうか、まあ、悩ましいところでございます。さて長生きといえばね、必死になって長生きをしようとしている人がおりますよね。この方でございます。はい、 HK 仮面さんが大好きな下地幹雄先生でございますね。まあこんな時ぐらいしかマスコミが集まってくれない、こう書いてます。共産党が主導する政治が沖縄のど真ん中にあるということは沖縄の発展を妨げることにもなると強く信じております。中道保守の真の力強さを持った政治勢力を今こそ作るべきだという思いで決断し、本日自由民主党沖縄県連へ復党願いを提出させていただいたことを皆様にご報告させていただきますということで、もうマスコミがこの方持ち上げてるんですよね、一生懸命。もうその時点でもう察しということです。いや私ね、この方自民党の中に入れたらね、今度自分の居場所作りに奔走すると思いますよね。あの保守中道で政治を取り戻すというよりは自分の居場所作りをし始めるんじゃないかというふうに私は思っています。今カータンさんが鋭い指摘、あなたが出馬しなければ共産党に負けないということで、そうなんです。前回の、衆議院選挙、今から、2年半ぐらい前ですか、その時にこの方1区から出馬したんですよね。結果的にどうなったかと言いますと、いわゆる保守系の票が、自民党の國場幸之助さんとこの方に分かれてしまって、結果的に得票数では上回っているのに選挙では共産党に負けてしまったと。まあ選挙出ないようにっていうことでいろいろ説得は受けたはずなんですけど、必ず出ると言って出馬した。それが今になって、ね、維新から除名処分を受けたら自民党に入れてくださいというふうになっちゃった。まあ、この方ね、自分のパンフレットでこう書いてましたよね、政党から必要だと言われれば行くと、政党からあなたが必要だと言われれば私は行きます、でも国のため沖縄のためになると思えば、政党を何回でも100回でも変えてもいいんじゃないのわらと。そうですね、中さん、自分はね、自分で保守とか、あとね、特に自分でね、新生保守と言ってる人たちは全く信用しません。
特に新生保守、自分たち以外はみんなエセだと言ってね、切り捨ててるような人たちは私絶対に信用しない。私何度も言うんですけど、保守というのは自分で言うものではないんです、ね、その方の普段の活動を見て周りの人たちが判断することになるんじゃないかというふうに私は思っているんですよね。はい、そしてツイッター更新、こう書いてますね。15年ぶりとなる自民党沖縄県連への訪問で緊張したのと同時に懐かしさを感じる応接間でした。これまでの15年間が走馬灯のように流れ、本当に復党願いを出したのだなと感慨深い時間でありましたということでございましてね。はい、いやー、この15年間、逆に言えば自民党さんにずっと迷惑をかけてきた、はい、票を割ってね自民党に迷惑をかけてきた、そしてとうとう自分の居場所がなくなった時に私を戻してちょうだいと戻ってきた。これってどうでしょう、皆さん、自民党が彼を必要としているのか、それとも彼が自民党を必要としているのか、はい、どちらだと思いますか。自民党が彼を必要としているのか、それとも彼が自民党を必要としているのか。そして言葉を続けます。今回私が自民党へ復党願いを提出したことは保守合同の延長線上にあります。保守合同を加速させるべきだという沖縄経済界の思いを大事にさせていただき、私に対する外からの連携ではなく中に入って強固な中道保守を作るべきだという強い要望を受け止めさせていただきましたということで、この方ね、維新から除名された時に維新の比例票で復活当選をしているのにもかかわらず、維新の議席を返してくださいというね申し入れを無視し、ずっと、はい、ずっとね議員を続けてきたんですよね。その時に維新から除名された時に潔くですよ、票をね、ああ票ではない、議席を維新に返して責任を取って私は一旦野に下りますと、また一兵卒として頑張りますということで一生懸命、はい、一生懸命頑張っていればですね、はい、一生懸命頑張っていればまだまだ周りの、ね、見る目は違ったと思います。しかしもともと所属していた政党から除名処分を受けているのに、その政党からいただいた議席を返さないまま、それもね自分ではなくて周囲が続けてくださいと言ってるので続けますと、自分のね意思ではなくてみんながそう言ってるからといってずっと、はい、続けてきたんです。今回もこの自民党に戻ることは自分自身の意思ではなくて、ね、外からの連携ではなく中に入って強固な中道保守を作るべきだという強い要望を受け止めさせていただきました。みんなから言われたから私は自民党に復党願いを出しますと、みんなに言われたから議員は辞めません、みんなに言われたから自民党に戻ります。どうですか皆さん、みんなに言われたから、要望をね受け止めたから。いやーちょっとねこれ私もやっぱりね選挙に出た身ですよね。私自身は本当にまあ、次世代日本の心を大切にすると、日本の心その消滅する最後の瞬間まで狂うとして乗り込んでましたんでね、はい、乗り込んでたんで、このようにね何度でも 100回でも党を変えてもいいんじゃないですか、藁というね
そういう政党を軽く見ている、まあ、自分自身のいわゆる居場所としか思っていない。この方ってその政党に対する愛着とかね、その政党をねもっともっと良くしていこうとか大切にしようというそういった気持ちっていうのはないんでしょうね。あくまでも政党は自分の議員としての、はい、議員としてのそういった地位をね守るための腰掛け、その腰掛けがねぐらついてきたら修理するとか補強するのではなく、どっかのいい腰掛けにすぐポーンと乗っちゃうと、簡単にバイバイってやっちゃうわけなんですよね。そういうふうに今まで15年間この方のおかげでどれだけの票が割れてきたのか、ね、それ考えたら恥ずかしくて自民党に行けるはずはないんですよね。そして今回、この自民党県連に要望書を持ってきました。しかし応対したのは県連会長とかではなく、たった一人の方が応対しています。これを見ても、自民党沖縄県連の塩対応というのはね、まあ、よくわかりますし、実際にこの沖縄の、県議会議員、それから市議会議員、自民党系の方々からは戻しちゃいけない、絶対にダメだという声が上がっております。そして後ほど皆さんこの下地幹郎さんのツイッターをご覧になってみたらいいかと思いますけど、擁護する方は誰もいないんです。擁護する方誰もいない。本当にねここまでね批判ばっかり書かれるのかというぐらい批判されています。まあでもねネットの中で批判されてるからこの人が力がないというわけではなくて、沖縄のドブ板選挙ではこの方がね、はい、この方がまあ一番うまい、ね、寝技足技、はい、万事固め、この方とにかく上手ですから、私が思うには、自民党に戻れば自分の居場所づくりのために内部で人を集めたり、ね、内部分裂させたりっていうのを平気でやるんじゃないかという危惧が私にはやっぱあるわけなんですよね。まあ、この前も説明しましたけど、1区から4区まではもう候補者は決まっています。そして九州比例の方にも私は元宜野湾市長、そして県知事選挙でね、まあ、惜しくも落選されましたけど、政治家としての手腕はピカイチの、元宜野湾市長の佐喜真さんを私は推しております。するとこの方ポストが何にもないんです。ポストがなければじゃどうします？ポストを作り出せばいいんですよ、ね、自分が出たいところのいわゆる党公認の候補者、その方がターゲットになってしまうんじゃないかというふうにね私は、思っています。ですから本当にこういった人を戻すときにはよくやっぱり考えていただきたい。まあ二階幹事長、地元の声やっぱり聞いてくださいよ。地元の声、誰とは言わないんですけど、全国でね、全国で沖縄で一生懸命戦ってますと思われてる方って沖縄で全然戦ってなかったりするんですよ。戦ってる相手がね反日左翼とか沖縄のメディアではなくて自分たちの仲間と戦ってる人もいますから、やっぱり地元の人たちの声を聞いてきちんと判断をしていただきたいなと思っております。ということで私たちの結論はこれでございます。却下、却下ですね、はい、却下でございますよ。まあそういうことでね、はい、今回あの方については私たちはこういうふうに、特に HK 仮面さんがもうダメだと言ってこのように却下を出しておりますが、皆さんはいかがでございましょうか。ということで今日の放送これにて終了させていただきます。では皆さん明日21時からお会いしたいと思います。ありがとうございました。